皆さんこんにちは、キスケです。現在ですね、最強パーティーなんじゃないかって密かに話題になっているパーティーを使っていこうかなと思います。まあおそらく画像でパーティー全体のあれは出てるとは思うんですけど、マジでね、このパーティーやばいよマジで強いと思う。で、石腕ご飯がねほんまに流行ってるんですよね。やっぱ専用ユニークフラグメントが追加されてかなり強くなったんで、まあ当たり前かなっていう感じではあるんやけど、それにしても流行りすぎじゃない？マジで。 OK? ピューピューピュー。 OK? いいねえ、そっちか。ごめん、そっちやったか。パンちゃんかなと思っちゃった。これはちょっとやらかしたね。今のはもったいない。このメイン風神のマジで強いよな。はい、石投げます。やっぱね、石腕ご飯の何がいいかっていうと、そのピッコロとかブロリーを殴れるんすよね。そこがまあ、環境で流行ってる理由なのかなっていう感じはするんだよな。いや、ピッコロブロリー多いじゃないですか、今ビーストと組み合わせてみたいな。そこに刺さんのはやっぱ強いよね。さあ川灰だぞ。うん、つらみです。これ突拍子もないタイミングでメイン来る可能性あるんで来ない。はい、まあこれはいいんじゃないこれでなんかどっこいどっこいって感じか。お互い踏ん張り剥がれたっていう感じだね。で、まあ控えにいるさ、控えじゃない、バトルメンバーに選んでないけど Z アビリティ枠として緑のトランクスを採用してるんですよね。こいつ打撃攻撃力も上げてくれるんでかなり優秀なんですよね。 OK、 気力減少強よマジで。はいまだパンちゃんメイン使ってないんだよなちょっと遅すぎるよな。ただまあメイン封じられとったんでしょうがないかなとは思うんやけど。はい、特殊で見て打ってこない。 OK、 入る。メインで見ちゃうか、動かないか。 OK、 いや究極でよかった、最悪。まあこれはね 100% あれだったんで。いや落ちるな、落ちるわ。このパーティー強いマジで。石腕とパンちゃんで守ってビーストと石腕で殴るみたいな、両立できんのがやっぱ強いよな。はいはい、短縮回避しろ。あー打つタイプか、めっちゃ特殊圧持ってるやん、羨ましいっす。まだフリ属性向こう生きてるんでこのまま食らおう。はい、あざーす。気力ないよね気力なくなっちゃうんだよな。はい、腹パンチ打っちゃいます。オッケー、ユニークゲージなくなった。射撃圧打ってこないんだよなあんまり。はいこれアーツ、あーここは回避するんや、なるほど、予想外。なんで相手の方がライジング溜まるの早いんだこれ、バグおかしくね、俺の方が先打ってんのに。
俺は相手バニシングないんでそのまま殴ります。ミスった、メイン使っとった、最悪。 OK、 必殺圧で落ちるでしょう。落ちないのかい、マジかよダメージ計算うんこ、マジでマジ。マジかこれはいや俺が悪いんやけどね普通に考えて。避けてる、これは落ちるでしょ。よし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 、怖えなマジで。まだかは外れてないっしょこれ。あざっす、さすがにこれでいけるか。いや有利属性で殴るか。よし、いや危な。さあマッチングしました、完全ミラーマッチ。やっぱ流行ってるなこのパーティー、最強よねこのパーティー、ほんまに。どのパーティーも過去に見えるぐらいマジで強い、マジで強い。マジかよ最悪。あざすハラパーンチで、フリ属性無垢をつけて特殊アーツで気力奪って、待機カウントも短縮してぐっちゃぐちゃにしてやろうオーケー、必殺アーツハラパンチ、強すぎマジで。おーうまい、ここ入ったら勝ちやってんけどな。まあパンちゃんで受けよう。これカウント2カウント付与ついてる、消えたわカウント2カウント消えたわ、うん、どこ行っちゃったんだ。特殊圧、まあバリシングも 70% 回復で満タンっしょこれ。はい、びっくりマーク。はい、あー遅かった、早かったか。よし、うんいいね。これは究極で死ぬんで撃ちます全員死ぬこの究極ハーツでビヤーン。早めに1体落とせるのはでかいんじゃないか。手札ハーキ、これ強すぎマジで。最速手札破棄、あこれ究極で死ぬかもあでもあれか、一応ご飯ビースト究極撃たれると待機カウント短縮あるから、まあそういうの考えるとマシか。 OK、 あざっす、これは死ぬね、幼女が死ぬ。さあラスト遠距離打撃上等マン、感謝感謝です、あざした。さあマッチングしましたということで、ブロリー採用型の劇場版ですね。まあこういうパーティーにこういうパーティーにかなり強く出れるこのパーティーは、それが強い。タックルやと思え、うまいね。まあビーストで受けるか、いてて、あざっすまだこれ生きてんのかな、まだ生きてる、強いな、悪くない。これで気力がなくなってバニシングもなくなるんで、ここでメインアビリティ使っちゃおう。これさメインアビリティに割り込めないんだよな特殊圧。あ割り込める、押してなかったか。これでメインアビリティ封じて通常で返して、はい、あざすー、はい、
やめろーバーン。強い。ライジング貯めます。通常で返して、さて気力貯めるか。 OK、 まあまあまあいいんじゃない。あーよくないよくない。ただブロリー相手に石腕出せるっていうのがこのパーティーの強み。なんだこれやらかしすぎでしょ。死ぬねこれは。あれメイン切ったっけパンちゃんって。さあこれでブロリー落とした。やっぱ強えな。もう全員このパーティー使ったら勝てるよマジで。俺で勝ててるんやからマジで強い。えぐい。どえらい、どえらい、どえらいぞこのパーティー。ほらたまらずキャラチェンざま。オッケー、これは気力回復して、まあ、冷静に立ち回っていこう。うん、必殺アーツはいいや打たなくて。バニシング回復を最優先にして通常で返して、オッケー。さあラスト。安定感えぐいなこのパーティーマジで。ダメみたいですね。オッケー。中距離打撃してきそうなんだよな。やばいそれはそれはやばいよ。オッケー、あざした。さあマッチングしました。対戦やっていきましょう。お願いします。まあウルトラベジットと石腕ご飯どっちが優秀なのか、今は石腕ご飯なんじゃないかなって思うんだよな俺。OK、 あざす。待機カウント短縮マジで優秀よな。マジで優秀やと思う。あざす。悪くない流れは悪くない。OK、 あー打撃なんや。通常で返して、即回避か。ちょっともうちょい待つかもうちょい待とう。特殊で見るやろ。うん、 OKOK、 ナイス。はい、これは特殊アーツ使ってからの必殺アーツでいきましょう。ドラゴンボール回収パンチ強いですね。はい、あー噛み合ったか。てかやりすぎやな普通にやりすぎたわオッケー。あ、まだパンちゃんメイン使ってないやん。マジかよ。特殊もったいないか。そのまま殴ってくるか。どうしよっかな。オッケー、あざっすあざっす。いいね、さすがにね。特殊アーツ、いやー究極アーツでなー、ビースト飛ぶかなこれ。厳しいかなー。まあ打つわ。いやいけると思うな俺。でこれバックアド侍じゃないか。ですよねー。そりゃ死ぬよ、そりゃ死ぬ。はい、おお中距離打撃。なるほど、もう戦術考えなくなっちゃったはい、手札破棄、手札破棄からの射撃アーツでいいや。はい、シュー。さあどうするうん
はい。オーケー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 。はい。はいはいはい。いいです、すごくいいです。してやったり、マジで。まあ完璧に狙っとったもんね。俺は予約圧で皮を外して必殺圧でとどめって感じか。あざした。いやマジ強いなこのパーティー、勝てへんやろこれ。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、今環境で最も流行っているんじゃないかっていうパーティーを使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ流行ってるイコール強いっていうことやから、まあ、このパーティー使っとけば、まあ、おそらく間違いないとは思います。うん、勝てないっしょこれ。だから、まあ、正直難しいこと考えずにこのパーティー使えば、まあ、ポイント漏れるのかなとは思うんですが、たまにさクーラー入ってるパーティーとかあるでしょう。まあ、突然そういうパーティーに当たっちゃうと、まあ、やっぱ石腕出すんでその辺がちょっと苦しくなるかなって思うんですよね。まあ、だから石腕ちょっとクーラー怖いっていう人は、そうやな、まあ緑トランクスあたりを抜いて、まあ、龍拳に変えるとか、まあ、そういう使い方もなくはないのかなって思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。